光の一節。大阪から九州へ渡ろうとする緑川丸という船の中であった。船の高松を離れたのが、日がようやく薄づきかけようとする四時の頃でもあったろうか。乗客はげっそり減って、ここにこんぴら周りの老若を淘汰したので、自分の乗った中等室には、布団と枕の不要なのがいくつもできて、晩飯に先立って、35、6の極めて不愛想なボーイが、みかんの殻や、タバコの空箱、缶詰の死体、芳名酒の瓶、したたか取り散らかった室内を掃除して、自分らはここに曲折していた手足を伸ばすことができた。隣に席を取った、ちょっと書生上がりと見える商人の小説通その人から借りた、雑誌の半分くらいは拾い読みをしてうんざりしたところで、自分はまずい晩飯の後、デッキへ登って一散歩が済むと、やがて席へ戻って横になった。そろそろ電気が灯れる時分で、自分は例のこんな船のボーイでもをして、年中あっちへ行ったり、こっちへ行ったりして、のんきな日を海の上で送っていたらさぞ面白いであろう。少し頭のはげた、気の良さそうな、お世辞と愛嬌のいい、あの事務長となってくると、いささかのんきでないなどと、旅の心は取り留めのないことを思うともなく思っていると、いい具合に眠気がさしてくる。向こう側の背の無法に高い、やや苦み走って丸亀21連隊の小主計だとかいう無邪気なる軍人。目のくるくるした薄皮色白丸曲げのその愛らしい細君。弁は東京に似て東京にあらぬ四国なまり。交際が軍人社会の婦人だけに喋り覚えたものであろうなどとくだらぬことも退屈な折は一個の問題となって今しがたまた始まった小主計が台湾守備にやられた折の趣味ある物語。それが一下り済んでしまうと、今度は北海道から裏潮の辺まで、南は小笠原、南鳥島までへめぐったという大旅行会。年は34、5とも見える晩から、サンバの浮世風呂にでもありそうな吹き屋で、北海道原野の氷と黒竜江の酒量との情景を特に至っては、絶端実に雲湧き、水ほとばしりの気管がある。そこで自分は、ケットの中から顔を出して、何でも、シベリア南方の原野で、森林に大火のあるより燃える後から、奈良や菓子や、もみなどの炎の舞う、凍ってしまうということが、誰やらの地理に出ておりますが、あれは事実ですか？と聞くと、九段の男は目をパチパチしたが、ぬからぬ顔で、もじゃもじゃした顎の中から破顔一掃して、それを切り倒して、信濃の内地へ売り出すのが、すなわち珊瑚なのです、と済ましている。それから彼は、芳名酒の瓶からラッパ飲みをしながら、信濃の内地へ強盗に出かけようとして、結んだ徒党が、上海でぶち壊れたことや、フィリピンの米国に圧迫されたのは、アギナルドがオーストラリアに根拠を置かなかったからなどと、機嫌が妙なところにほとばしって、どうしてもゴルキーがこの船に乗っているのだとしか思われぬ。機嫌もだんだん下火になったところで、機関の音が耳についてくる。自分はこの時、ふと隣にいた、年の頃、55、6の大阪者にしては、上品な一人の老人が、長いため息を漏らして、枕から頭をもたげ、
そしてタバコ本を引き寄せるのに目を取られた。このじいさんはおそらく味川から乗ったのではあるか、つい先ほどまでは入り口にいたので、ここへ席を取ってからも始終座ったっきり、なんとなく目入りがちで、人の話に気を移そうでもなければ、自分から口を聞こうでもなく、ただしょんぼりとうつむきがちであった。そのたまたま立つときに、左の足のよちよちするのは、リュウマチであろう。自分は試みに口を聞いた。そして、その果たして、京都に少しは名の売れた差し物屋で、今は大阪に暮らして、九州バツバツへ行こうと志す旨を知り得た。一体老人には誰しも同情を持つ、ことに自分のような美仙ながらも社会に一つの地位を得ようとして、それが少しも成功の糸口につかぬ前に、父を亡くした者の目からは、かかる哀れげな薄命らしい老人は、なんとなくいたわってやりたい気がするものだ。すると、バツバツにはご親戚でもあるのですか、と自分は重ねて聞いた。じいさんはケムにむせて、ごほんごほんと席を二つばかりしたが、娘が向こうにおりますので、娘さんが、えんずいって、と、こんな問いは誰でも他人のような気がせぬのが習いの、船の外では容易に発しられるのである。そうやおまへんけれど、やっぱりその、と、じいさんは、ややへどもどしてしばらくあたりを見回していたが、見かけよりは気さくな立ちで、二つ三つ話を交えるうち、ざっと様子がわかってきた。じいさんは主に唐木細工の差し物をするので、その口ぶりから察すると、また、この一個の芸術的肌の、銭と日元とには無頓着の、極めて物好きな、仕事にはとかく道楽家が勝つという、方の職人であった。気の優しい、その妻と娘と三人暮らしで、貧しく清く暮らしていたが、つい六七年前、妻を亡くしたのが、やがて不幸の始まりで、それから自身は大阪者の後添いをもらったが、その年の冬、リュウマチを患い出して、その翌春までというもの、肝心の手には大した故障はないまでも、今までのようには動かぬので、思うように仕事ができなくなった。余罪とてもないので、だんだん手元が苦しくなってきた。おまけに、悪い秋人の手にかかって、したたか白物の台を踏まれた。それやこれやで、一年のうちにすっかり所帯が崩れて、店さえ張り切れぬ始末となった。彼はそこで、いろいろ人の忠告で、病気の療治に全力を注いで、そして再び腕に覚えぬ職業に気を入れようと思ったが、その時はもう、手元は救うべからざる困窮に陥って、方々負債さえできていたので、やむを得ず一家額を集めて表情の上、その時ようやく十五になったばかりの花のつぼみのような一人娘を、三年の年期でむざむざ四国のバツバツへお酌に打った。で、その三年はとっくの昔に過ぎ去ってしまったが、自分は相変わらず自由に任せぬリュウマチ患者で、娘は依然として苦界に沈んでいる。ただにただ苦界に森林しているのみならず、方々と兵糧の果てが今の身の上で、九州訓練の別府に借金の淵に沈んでいるという。それもそのはずで、かの女は毎年毎年、親が豪病の発作には、少なからぬ金をせびられねばならぬ。よし、身を置き得たとしても、抜き得てからのかの女は、ついに親を救うべき手段を持たんので、したがって、自ら自身の正当な運命を作ることもできない。
かの女は、それよりは同じ苦しい思いをするくらいなら、暗黒の中に葬られる方が、はるかましだと観念して、目下の運命の儚さに、その日その日を泣いて、笑って、歌って、酔って送っているという始末。話は極めて簡単である。けれど自分は目の当たり、一人の娘を苦界に沈めている、哀れ老婦の情を聞いては、そぞろに涙ぐまずにはいられなかった。そして、彼は今、娘の出稼ぎ先へ行こうとするので、それは、リュウマチに効く湯がそこにあるからだという。さて、その夜更けに、船が別府に着いたとき、別府に行く者、浜脇に行く者、かの豪傑先生も、じいさんも、自分も、皆、ちりじりバラバラに分かれてしまった。自分は浜脇の旅籠に日を送ること三日。その間は雨降りで、ちょうど三月であったから、春雨というのであるが、ここでは気候が暖かいので、東京での四月、卯の花下しとでも言いたいくらいの雨の降り方で、海は油のごとく、山の衰退はホトトギスが泣いて渡りそう。なんとなく、初夏見た君合いのそれは、言われぬいい心持ちであった。思い出すほどのことでもないので、じいさんのことは、ふっつり、忘れていた。すると、三日目の晩で、珍しく雨が晴れ上がった。山はまるで、今、絵の具をなすったような緑。空はいわゆる、スカイブルー色に澄み切って、それに、花の散ったような、柔らかみのある星のひらめき。自分は据えてある薬師堂に備えた、散り方の桃の花の匂いを、身にしめて、湯から上がって、海岸の散歩に出かけたが、この時初めて、船の疲れが治って、そして無常の爽快を覚えた。自分は今、暮れて行こうとする海空の氷病に対して、揚々として限りのない自然、雄大で、そして優和な、その懐に抱かれたような気になって、爽快の一流に足らぬ自身の小ささと低さとを感ずると同時に、無限大のある音跡で、そして豪壮な気に打たれるのであった。自分の身辺はまるで詩であった。煙波、白帆、船歌、母音、星光、月影、山の水乱、岩石の菊、対岸の哀体、白蛇青鳥、それらがすべて、もこたる夜の薄絹をかぶって、自身の頭はすでに酔うたようになって、ただうっとりとするばかりであった。自分は、別府の海岸をも、今日の騒ぐがままに、足に任せて踏み尽くして、それからして、海安寺の浜へと出るのであった。海安寺は、この町の住民か、祖先の霊の眠るところで、閉鎖限りのない丘のあなたこなたに参天し、木立際に密集した墓は、やがて青山くらいの大きな墓地で、波は絶えずその渚を洗い、風は衛星その松の梢にさっさたる音を送って、かかる柔らかな春の夜でさえ、静絶の感を極めているのであるから、秋の頃のさびれた光景はさぞかしと思いやられるので、昔風の日本的小説、もしくは芝居の人殺しの場所には、うってつけの凄みを持った場所である。無論、船歌も聞こえなければ、もやいだ船というのもない。振り返ると別府の浜伝いから、日陰がちらちらと、いさりびとまごうて見えるばかりである。さすがにここは風が寒い。波もどうか荒いようであるが、月はいよいよ赤く、
星はいよいよ冴えて、湯に茹で上がった頭はたちまち新陳として沈んで行きそうである。自分はヒヤヒヤとした渚伝い、波が洗った砂に、月影の染み込みそうな波打ち際を、ものの一日をも歩いたと思うと、浜はそろそろ岩の多い、波の荒い、墓地外れへ出て、潮風さえなんとなく重く吹いてくる。首裾を返して墓地の方へ向かうと、紳士として松子立ち、それの青い水気が立ち込めて、すくすくと立った石碑の角が、濡れてでもいるのか、きらりきらりと月に光っている。自分は、ふと一気の石碑の前に足をとどめると、同時に三四軒先の地に這い広がった松の影に人の影が動いた。それは若い、痩せぎすの浜には珍しい色白の男である。と思うと、また一人立って続いたものがある。それは、古紋の羽織を着た小柄の女で、砂に取られそうな下駄をしなやかな足取りで、ひらひら木槽を返して、白萩もあらわの急ぎ足であった。しばらくはひそひそと語りつる、ひしと寄り添ったその影が自分の前を動いていた。折々、波音の絶え間を、さえさえした女の声が、途切れ途切れに漏れ聞こえる。自分は、はしなく人の平和を乱したかと思うと、いい心持ちはせぬのであった。この柔らかな、静かな、美しい月の夜に、人跡の絶えたこの幽寂の境に、彼らはそも何を語り合い、何を聞き合っていたのであろうか。聞く者は松風ばかり、知る者は波の音ばかり。いずれは恋の哀れな運命を相抱いて泣くのでもあろうが、自分は恋なくも彼らを驚かしたのであった。みるみる彼らの姿は松原の幽暗へと消えてしまった。波は悲しげな音を打ち込んで、静穏な月の影さえなんとなく沈んだ色に見える。自分はやがて、その影とともに二人を忘れてしまったが、思うままに月に浴び、思うままに波の音に耳を澄まして、宿へ帰ったのが八時の頃。異兵は塩気を持った焼きに、いとど重くなっていた。散歩の出来事はこれぎりであった。しかし、その翌朝、自分が六時ごろに目を覚まして、用事を加えながら、番下駄を引っ掛けてぶらぶらと近所の湯場へ出かけると、一方ならぬ珍事の噂が、翌客の口から口へ上っていた。というのは、海安寺浜の女殺しで、死骸が波打ち際に、潮にされて、今朝の引き明けに、漁師のために発見されたという。良い女でございますよ。芸者でござりましょうな。いいものを着て、年は23か4か。それはすごいくらいの器量でござりますよ。何しろ、血がぽとりぽとり、墓場の辺からこぼれておりますところを見ますと、何でも引きずっていって、海の中へ放り込む了見でござりましたろうな。現状を見たもの、引き取った後を見たもの、噂を聞いたもの、女の身の上を想像して島の説をたくましゅうするもの、犯人のことについて聞き正すもの、恋の遺恨からだというもの、色に殺されたのだというもの、犯罪嫌疑者の誰彼か、すでに婚姻されたというもの、諸説紛紛として百出の体であったが、女は23歳で、小柄の美人で、古紋ちりめんの羽織を着て、肩と乳のあたり、それから瓶のところや
右の腕に重傷を負っていたというのは、どうか事実らしいこの物語を聞いて、自分は立然とした。自分は被害者が昨夜ちらと姿を見た、かの女であることを確かめ得たからで。その日は一日、旅籠も湯場も、飲食店も浜も、船の町も、人殺しの噂ばかりであった。その次の日も、またその次の日も、その噂は絶えなかったが、事実を総合してみると、女はこの町では名うての名義で、それに一人の深間があった。それは、バツバツ運送店という大阪からの支店詰めの男で、年は25だというが、他に広島辺から溢れてきた猿、旅籠屋の番工何菓子という競争者があったが、事実金をつぎ込んだのはこの男で、それがために主人の家をしくじって、2、3日姿を隠していたのか、それともどこかへ逃げたのか、消息がなかったが、かのよ、かの女に会いに来たというものもあり、浜でその姿を見たというものもあり、どこかの湯場へ入っていたというものもあったが、強行者は無論この男というのが真相に近いので、それは嫌疑者の主なる一人、かの運送会社の店員が、その夜、かの女と密談があって、海安寺浜まで散歩をしたおり、町外れで端なく彼に出っくわして、それから自分は一人、かの女と別れて帰ったというのでもわかる。狂気は担当だというが、彼はかの女の白状を憤ったのと、一心の破滅を遺憾に思ったのとで、焼け根性を起こして、その日、強行を果たすつもりで、外腹に出たというかの女の行方を探していたのが、ひょっこり色と手を携えて、町へ入ってくるのに出っくわして、それから浜へおびき出したのだという。それから5日たち、7日たち、10日たちしが、人殺しの噂ももう古臭くなってきた。自分はそれから1月の夜、町を辞して付近の山水を訪ねていた。4月の末、再び、別府の浜から船に乗ったとき、自分は異様の感に打たれた。というのは、来るとき道場のかのじいさんが、端なく片隅にうずくまっていたからで。自分はそのそばに座を取って、彼が久しぶりで懐かしい娘に会った愉快な話を聞こうとしたが、意外、彼はもう何にも話す元気がなかった。彼はその手元に抱えた一個の壺らしい包みに寄っかかって、そしてその娘の哀れな最後を物語ろうとして語り得ぬのであった。壺は無論骨壺で。